上野セントラルは東京都台東区上野に存在した映画館。上野公園内にあった商業施設、上野小竹デパートの2階に1953年11月、上野小竹映画劇場として開業。その後地下1階に上野映画劇場、上野名画座を2階の小竹映画劇場の隣にミニシアター、上野セントラルを相次いで新設した。 俳優のトーラ6広氏の息子で編集者、AV 監督のトーラミキは、大学時代に、当館でアルバイトをしていたことを、自身のブログで語っている。1998年8月1日に、上野映画劇場、名画座、セントラルを、上野セントラル1.23に統一しリニューアルしたが、小区のブロックブッキング制の廃止により、1999年6月12日に、 上野小畜映画劇場を、上野セントラル1に、セントラル1.23を、セントラル2.34に解消した。2003年8月31日に、上野東方劇場、上野宝塚劇場が閉館して、以降は、東方系の方が、洋画の上映も目立つようになるも2000年代に入り、楽天地シネマズ、金市町やムービックス、亀有などの近隣地域にある、 シネマコンプレックスに徐々に客足を奪われ、さらに施設の老朽化が進んだことなども重なり2006年5月14日をもって閉館。53年の歴史に幕を閉じた。同館閉館後も上野小畜デパートは営業を続けていたが、2012年8月31日に閉店。上野小畜デパートの建物は再開発のために2012年末に解体され、 2014年4月26日、跡地に飲食施設ビル、上野の森桜テラスがオープンした。子会社の解散に関する、お知らせ小畜株式会社。2006年6月12日、2015年9月22日、閲覧。トーラミキ、映画館が僕の学校だった。毎日ジョグジョック日誌。エキサイトブログ。2015年1月22日閲覧。 同日には、同じ小築第一工業経営の新宿小築会館が改築により閉館している。飲食総合ビル、上野の森桜テラス4月26日オープン、三菱辞書グループ。 h t t p w w w m e c c o j p j ススラッシ n e w s a r c h i v e s m e c 1 4 0 3 0 5 w a イのサークロトリス。pdf2014 年11月17日閲覧。ありがとうございます。